もみまきから5日が経ちました。もう芽が出てきていますよ。幸運を得てあぜ剃りをしています。モグラとか草の根っこであぜに穴が開いていることがあるので、あぜを切るあぜ塗りの前の作業です。よいしょ、ほいほい、田舎へ行こう、迷ってないで田舎暮らしを始めてみよう、ほい。田舎へ行こう、なるべく早く都会を出て田舎で暮らそう。田舎へ行こう、迷ってないで田舎暮らしを始めてみよう。田舎へ行こう、愛する人と都会を出て田舎で暮らそう。田舎へ行こう、これからの時代に備えて準備を始めよう。田舎は残ってるコミュニティ、何でもやります、お手伝い。はい、一番上の田んぼはぐるりとあぜ剃りが終わりました。これから田んぼに水を入れていこうと思います。多分縄代の時のように簡単には入らないと思うんですよね。結構田んぼが広いので、縄代の時と同じく横の小さな流れから、水を取ろうと思います。こちらの流れから、このもらってきた黒パイプを使って水を入れていきます。昔はこんな黒パイプもなく水路を作って水を入れたんですよね。頭が下がる思いです。この流れは家の前に続く流れで年中枯れずにあるみたいです。黒パイプがそんなに長くないので、とりあえずここから実験的に取っていきます。小さな流れが合流して割と水圧がいい感じにあるところだと思います。パイプの入り口を入れまして、よっ、出口では水が出ていますが、少し距離が足りませんでした。試行錯誤です。滝を用意しました。これを合わせて、あ、行きました。田んぼに水が入りました。もうちょっと水の量を多くしたいですが、これで田んぼに水がたまるでしょうか。翌朝来てみたら水はたまっていませんでしたが、入り口の方まで水が来ています。
これ辿っていくと、あ、カエルくんがいる。ここに穴が開いています。こういうあぜに開いた穴で水が漏れていってるんですね。ここを塞ぐと水が溜まるかもしれないですね。おーい。翌日、あら、まだ水が溜まっていませんでした。あぜ周りには水が来ているんですが、田んぼの中まで水が入っているのはだいたい全体の3分の1から半分弱ぐらいまででした。単純に水量が少ないというのと、まあ多分そこから染み出しているということもあると思います。まあ、水が溜まった後、1回目の代かき、耕運をする予定です。まあ、先輩に聞くとですね、溜まっている部分だけでも耕運すると、またどんどん水が溜まってくるんじゃないかということで、やってみようと思います。翌日、水が溜まってきたような気がします。やっぱり耕運して土を練ると水持ちが良くなるんですね。面白いことに、一つ下の田んぼにもうっすら水が来ていまして、あぜ塗りをするまではどうしても水が抜けていってしまうようですね。棚田に水を溜めるのは大変です。今日も水が来ているところぐらいまで、耕運をしてみます。もみまきから18日後の苗の様子です。元気に育ってくれています。だいたい長さは20センチぐらいでしょうか。水もいい感じで入っています。川からの水を迂回させて入れています。川の水が冷たいので、直接かからないようにということで、冷たいです。今はせき止めていて、縄代の中は暖かいです。奥がほとんど芽が出ていないのは種が古かったんでしょうか。あと他と比べて生育が悪いのはやはり少し冷たい水が当たるせいでしょうか。ですが、おおむね元気に育ってくれてるんじゃないでしょうか。ついに水がたまりました。雨も加わり満水です。十数年前まで田んぼをしていた時は、各田んぼに黒パイプを引いて水を持ってきていたそうです。黒パイプのなかった時代はどうしていたのかなと思い、見回ってみると、ここに溝のような水路のようなものがありました。ここから水を落としていたんじゃないかなと。ただ直接水を落とすと石垣にダメージがあるかもしれないので、このように竹で水路を作ってみました。上の2段に水が溜まったので、あぜ塗りをしています。ぺったんぺったん。気持ちのいい天気です。